病院なリピーターです。リピーターだね。星上げました。髪がねやばいから、そんちが美容院行こうって言ってくれました。これがどうなるか。それでパクるんですよ、ワンさんを。技を真似して自分で部屋でできるように見てくるってこと。そうそうそう。それでそういう風にできるともっとこう自分の髪の毛とか自分の車についてもっと詳しく理解できるんだよね。じゃあ次はこれやってみるかとか、そういうのもできるようになると。じゃあビフォーは撮って。ビフォー？あ、オッケー、ビフォー。ビフォー。オッケいい匂いね。おお、ポデギ。君のこの名前を知ってるのか。あ、そう。ポデギは有名だね。なんで？いや、なんかこう巻いてこうチーってやったりね。知ってるの。うん。自分が使わないの。お姉さんお母さんがよく使ったからかな。ポデギ持ってこいとか。すごくいいね。どう、マッサージ？ああ、整えてる。エクチャル。おーい、おーい、おーい、全然違うじゃん。全然違うね。できました。自然のこれ撮って撮って違うよ。風のわあ。
すごい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 、おやーい、いいね。違う、全然違うね。うん、髪がね、ほんとこう整えたよ。綺麗、かわいい、いいね。